本日初日満員御礼ということで迎えることができまして皆様ありがとうございます。それでは早速ですが登壇者の皆様よりまず一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。それではですね、主演の稲葉さんからお願いいたします。はい、桐谷仁志を演じました稲葉優です。本日は本当に、数ある映画がある中こうやって、この映画を選んで劇場に足を運んでくださって本当にありがとうございました。今パッて見ただけでもこうやってたくさんのお客さんの前で、映画のお話ができることに、すごく幸せを感じております。短い時間ですが、よろしくお願いします。続きまして、はい、今日はありがとうございます。海役を演じさせていただきました遠藤健信です。こうして今たくさん映画ってあると思うんですけどその中でこの映画を選んで見ていただいて本当に感謝しています。今日はお手柔らかにお願いいたします。仁志の妻役仁美を演じさせていただきました佐藤穂奈美です。見終わっていただいた方々の緊張感がどういう感じなのかなとすごく気になっていたんですがまずは本当に本日来ていただいてありがとうございます。もうこの初日を迎えるに至ってまず最初にこの役を仁志役というものをに出演を決めたところまでぜひ振り返っていただいてお言葉をいただければと思います。そうですね今もうなんか これだけちゃんとたくさんの人が来てくれたんだなっていうところで胸がいっぱいにはなってるんですけどそうですねすごく今見ていただいて皆さんがどんな思いが胸にあるかななんて思うんですけれども本当に脚本の段階ですごくエネルギーを感じる作品だったので飛び込むのはすごく、怖い役だなとは思ったんですけど面白いって思ってしまった以上そこから逃げるのは嘘だなと思って、はい、もうむき出しで飛び込ませていただこうという気持ちで、はい、この役をやらせていただくことになりました。うん、そういう形でこうご自身にこうぶつかってきてくれている瞳をそれでもこう振り払わなくてはいけないっていうところでシーンというのはどういう、こうなんていうんですか、気持ちで挑まれたのかなという。そうですね、シーンは辛かったですねっていうと割と結構そういうシーンが多いんですけど何だろう、こう嫌いで離れるわけじゃないっていうのが大前提としてある中でその強くある愛情みたいなものがあるゆえに生き離れようとするエネルギーみたいなのがすごく強くあってどれだけ自分でこうちゃんと切り離しに行かないといけないんだろうと思いながら全力でぶつからせてもらったっていう記憶があります。なんか容赦なくというか。佐藤さんいかがですか、それを聞いて。そうですね、脚本を読ませていただいた段階ですごくなんて言うんでしょう、気持ちがないっていう風にも捉えられるし、でもどういう状態で優くんが来てくれるのかっていうのは全然わからない状態で帰ってきた時にすごく傷ついた顔をしていたのがすごく印象的で、でそれで別れを告げるっていうのはどういう状態なんだろうっていう、もうわけわかんない状態になっちゃってるところから言ってることとやってることが乖離してるというか、それがでも本当に仁志だったなっていうところが玄関でお話できたのはすごく、まあ、シーン全部本当になんかそのままで一緒に話してるなっていう感じだったんですけど、なんかすごい仁志の魂と喋ってるなみたいな感覚はありましたかね。その後の結末に向かっていく部分も含めてなんですけど、遠藤さんはそういった今のお話を伺ってこう2人のシーンどんな風に受け止めましたか。な、魂っすよね。魂っすよ、なんだろう、僕あんまりその2人のシーンちょっと怖くて見てられなかったっていうのもあったんですけど、まあもちろん見てはいるんですけど、でもなんか仁志がすごいっていうよりか本当に瞳がすごくて、仁美さんがなんか合わなくてよかったなってすごい映画見ながら安堵してました。一回でもその映画の中で瞳に会ったらちょっとしんどいかもしれないっていうのがあったんで合わなくてよかったなって思います。そのしんどさというのは回としてこう、回としてですね、はい、
監督、今のお話伺っていかがですか？あ、でもなんか今お三方が話してたようなことを現場で確かに話したなって、聞いたっていうのは今すごく思い出しました。あ、確かにね、あの佐藤さんそういうことをおっしゃってたし、会もそういうことをお話しされてたし、みんなそうだったそうだったって今思い出しながら今聞いてました話を。まあ本当に日々なんかもう本当毎日なんかもうすごかったので、本当に 毎日がなんかね、毎日が今日大変だなっていう日ばっかりだったんですよね。それだからみんな本当によく戦ってくださったなというだけです。本当にはい、こうして横に並び立つ映画を一緒に作った人たちと、で客席を見ても、あ、一緒に俳優部で出てた人だなとか、今日スタッフさんも来てくれてる人いるなとか思いながら、本当にいろんな人の力があってこの初日にたどり着けたなと、すごく感謝の思いでいっぱいです。何より今日こうやって足を運んでくださった皆様がいるっていうこの現実が、すごく幸せです。やっぱりこうコロナ禍以降こういう満員の客席っていうのはなかなか見られないものだったので、今すごく、幸せを感じています。ただここからさらにこの映画をいろんな人にお届けできるよう、尽力していきますので、皆さんぜひ、お力お貸しいただければと思います。本日は本当にありがとうございました。